タイガース・スタジアムはアメリカのミシガン州デトロイトにかつて存在したスタジアム。MLB デトロイト・タイガース、NFL デトロイト・ライオンズのホーム球場だった。タイガースは1896年からベネット・パークを本拠地にしていた。しかし、同球場は木製で火災発生の危険性が高いため、1911年のシーズン終了後に取り壊し、翌年、 同球場跡地に、鉄筋コンクリート製の新球場が建設され、ネビンフィールドという名称でオープンした。その後、1937年に、当時の球団オーナーの名前から、ブリークス・スタジアムに改称。1938年からは、ライオンズもここを本拠地にした。1961年、タイガースタジアムに再改称した。単位は、 フィート1フィート,ト30.48センチ古き良き時代のボールパークであるだけにこの球場のファンも多くファンクラブまであるほど人気が高い1972年に多目的スタジアムを建設してそこに移転する計画を球団オーナーが発表するとファンは大ブーイング新球場への抗菌投入についても住民投票で反対票が多数派を占め 結局この計画は中止された。1986年、デトロイト市長コールマニ・ヤングが、新ドーム球場建設、タイガースタジアムトリコ足を匂わせる発言をした時も、地元神の世論調査では3分のに近い人が、否定派という結果が出た。そのためヤングは、提案を撤回せざるを得なかった。1988年、 タイガースタジアムは全米歴史的保存物に登録された。これにより、連邦政府の資金はこの球場の取り壊し、建て替え、新築に使えなくなった。しかし1990年代初頭に市が新球場、計画を発表すると、ミシガン州全体で6割の人が計画に賛成していることが世論調査で明らかになる。特に、デトロイト市では実に4分の3が、 賛成派だった。この結果を受け、ファンクラブは、シアンとは別に独自の改築案を協議し始めた。彼らは建築家を招聘し、改築設計を支援した。これは、ファンが、球場保存のために、資金援助したという点で、ベースボール市において、非常に珍しい事例である。しかし、ダウンタウンに建設される新球場を2000年から使用することが最終決定し、 このファンクラブ案はお蔵入りとなった。2006年6月15日にデトロイト市長クーエイム・キルパトリックはタイガースタジアムの取り壊しと再開発の計画を発表した。取り壊しは市の資金によって賄われ2006年の秋から始まった。報道によると歴史的なこの球場の一部は再開発の後にも保存される。再開発では 球場グランドは公園になり、その周りに商店街、コンドなどが建設される。デトロイト出身の人気ラッパーエミネムが2009年に発表したシングル、ビューティフルの PV に取り壊し中のタイガースタジアムが登場した。タイガースタジアム外観。ありがとうございます。